高窓宮ハイ JFAU-18 サッカーリーグ高窓宮ハイ JFAU-18 サッカープリンスリーグ高窓宮ハイ JFAU-18 サッカープリンスリーグ日本の高校生年代のサッカー大会の一つ高窓宮ハイ JFAU-18 サッカーリーグにおけるプレミアリーグに次ぐ2部のリーグである前身は JFA プリンスリーグ U-18、高窓の宮杯 U-18、サッカーリーグプリンスリーグ。JFA プリンスリーグ U-18 は2003年に、高窓の宮杯全日本、ユースサッカー選手権大会の地域予選を兼ねる大会として、日本サッカー協会の主催と、朝日新聞社の協催で開始した。JFA プリンスリーグ U-18 の、 開始により次のことが期待された。2011年に、高窓の宮杯 u -18 サッカーリーグが開始するとき、JFA プリンスリーグ U-18 は新たに開始するプレミアリーグに次ぐ2部リーグという位置づけとし、名称も高窓の宮杯 u -18 サッカーリーグプリンスリーグになった。さらに2017年11月1日に日本サッカー協会が発表した。 JFA ブランディングの一環として JFA 主催の2018年以降すべての大会名称に JFA の文字を加えることと大会名の整理を行ったことから現在の大会名となっている。プリンスリーグの地域区分プリンスリーグは全国を9、地域における地域リーグの区分と同じに分けて行われる。試合結果に応じて勝ちに3、引き分けに1。 負けに例の勝ち点が与えられ、勝ち点の高によって順位を決定する。勝ち点が同じ場合、特殊点差によって順位を決する。一部制の移行かつては地域によっては、リーグを二つに分け並列で開催したり、二部リーグを持ったりしていたリーグもあったものの、2015年以降は、 いずれのプリンスリーグも一部制で実施するものとされ、二部制を採用していたリーグは参入戦を実施し一部制に移行した。各地域のプリンスリーグ上位チームは、プレミアリーグプレイオフへの出場資格を得る。プレイオフは出場チームを4チームずつ4ブロックに分け、各ブロックごとにノックアウトトーナメントを行い、それぞれ勝ち抜いたチームが、プレミアリーグに昇格する。 各地域のプリンスリーグ界チームは、都府県リーグに降格し、プレイオフを勝ち上がってきた株リーグのチームと入れ替わる。ありがとうございます。